ようやくこの時を迎えられましたねえ信長君。風情を感じる暇はありませぬな。これら襖もまた敵の一部とお考えあれ。この先道が二つに分かれているようです。長廊下と連なり広間、どちらを行くが上策でしょう。さあい、これ以上たやすくしてなんてする。あい、すみませぬ。それがしにできることなど何もないではないか。なぜ遮ろうとするのです。私の火が生きる意味。巨人よ、ここで足を止める。俺も英雄になってやる。愚かな貴様は犬死にや。じゃ、バカ野郎、なんで謀反人なんかに手を貸すんだよ。光秀様はお前たちが思っているような方ではない。とても寂しく哀れなお方なのだ。俺らの巣の火、何か匂いますね。ご用心を教えてください、信長君。私は一体誰なのですか。姫たちは天下次元大臣、それとも光秀。何を申じる。たかが手足が。なんでよりによって明智殿なのだ。信長様をお支えできる数少ない方のはずが。ああ、光秀様もそうであれと願っているのだ。あなた方も私と同じ熱き忠心にあふれている。平治の任すら務まらぬか。使えぬ不物はのたれきり。恐れ多くも世の嘆きを欲するか。少子、今の反応よくわからないのです。私の一番の望み、それが一体何だったのか。神奈川通りに夢幻であるか。理解できるのはただ一つだ。あなたが欲しい。あなたの声で生まれ変わりたい。甘みにもなく玉蔵あり川座敷道か。光秀、是非をなし。光秀様は賢明なのだ。誰にも遮らせはせぬ。優しく壊して差し上げましょう。今はそんな気分です。確一なる人物、読みやすいことこの上に。物の当該運んでみせい。この杯がぬるむ前に先へ進みたくば、それがしを打ち倒して進むがよい。物にしてはか。面白し。広本、織田の威風をいざ広めようぞ。おすむところを授けぬ。与党の制殺の場をな。ご随意。最後に主が勝れば、で我らの勝利を。世のごとく天まんまといて舞い戻ってみせい。魔王が旗を目に焼き付けよ。それも
たる身の務めぞ。これほどまでとは思っておりませなんだ。巨人500撃破、帝国よりやや早けれど誤差許容範囲なり。それ式の討議にて世をもてなしうると思うてか。やはりあなたこそ私がハベルにふさわしきお方、はい、魔王さん、心暗き者にとっては宿なのだ。悪を日の本の中心に、それこそが我らは毛利の悲願。総員、この門扉を命と思えよ。はは。敗者、采配は計りごとのみにあらず。我が子、とくと見よ。第六天の恩情像、物を左右へと招かんとす。政府に関わらず光秀様が消える、そんな予感がする。おい、この場で引導を渡してくれようぞ。今日の無謀を架け橋とするも、幾谷かしれず。いかに転べど、たかが全然よ。立て続けに真に去られた、その境地はいかばかりか。あなた方は必要ありません。こう、私に。いかん、ここで全員を失うな。伏せるがいい。ものよ、そしてものよ、余が征伐にて散りことほぎ。ああ、織田軍でよかった。ハハ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 ハ。日の本は秋と、その礎の駒となる。王は物の上にある。それらを見下せし者ぞ。世も故により逃れられぬものであるか。照らし尽くせ、天照らすよ。この世にはびこる無知蒙昧、愚かなるいさかいの火を。